はい、エルカチャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、この間取り付けましたミラー型のドライブレコーダーのおまけをちょっと撮ろうかと思いまして、使い始めてだいたい1ヶ月ほど経ちました。全然ですね、綺麗に録画もできてます。エルカチャンネル。カメラ越しだとですね、もうほんと全然見えてないんですけど、これ今フロントを映してるんですけど分かんないですもんね。今回そのおまけとしてやりたいことなんですけど、バックカメラの配線がですね丸見えになっているので、そちらをですね隠したいなと思ってます。今ですねこんな感じで、ここからですねもう配線が丸見えで、こんな感じで来てここについてます。これをですね今回こちらを使ってですね隠していこうと思います。じゃあ先にこっちを外して、ちょっと汚いけど外れました。そしたらですねこちらなんですけど、はい、こんな感じでモール、マウント、エンドキャップという感じで入ってます。でまずですねこのマウントをですね取り付けていきたいと思います。これがマウントになるやつですね。で裏にですね両面テープを貼ってから10センチ間隔で貼ってってくださいだそうです。エルカチャンネル。今つけてみたんですけど、結構いっぱいいっぱいのサイズで余裕ゼロです。ここから動こうともしないですね。しょうがないですね。これでぼちぼちつけていきます。エルカチャンネル。よし、マウントを今取り付け終わりました。そしたら今度はこちらのモールですねをつけていきたいと思います。はい、今モールも取り付けました。ちょうどここがですねこう外れるところなんで、ここは取り付けませんでした。それ以外のコードのところはこうやってモールでしたので、見栄えがだいぶ変わったかなと思います。エルカチャンネル。はい、ここから出てたんですけど、こんな感じでモールで隠れて、ここは見えてますけどね、この先もこうやってなりました。最後がですねちょっとなんかうまいことできなかったんですけど、まあいいかなと思います。運転席から見てみたいんですけど、全然違いますね。こんな感じになってます。全然見えなくなってますね。言わないと違和感はないかな。はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい！